こんにちは、プリママレットクラス田中です。今回アレグロの動きご紹介していきます。アレグロの動き、やっぱり早い動き覚えるのどうしても苦手だわっていう苦手意識強い方多いと思うんですけれども、今回のこの振り付けやったことある動きばかり集めているので、こういった中でもどうやって振り付けを早く覚えていけるのかなっていうヒントを最後にシェアしています。ぜひ最後までご覧いただいて、予習や復習にバッチリお役立ていただけたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。右足後ろ5番からその場で10打ってターンルベ入れてからパードシャです。反対も一緒、10打ってターンルベパードシャ、そしたらグリッサードアッサンブレ、もう一度右の足からグリッサードアッサンブレ、そしたら後ろ斜め後ろエファセの方向でシーソン2つ入れて飛んでパドブレでおしまいになります。ではまずは音の取り方について確認をしていきましょう。10手で1タンルベ2エン3 4 5 6 7 81 and 2 and 3 and 4 and 5 6 and 7 8という動きの取り方になっています。少し早い音取りでもう一度カウントを確認をしていってみましょう。で、そうでプレパレーション1 and 2 and 3 4 4 56 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 and 7 8という動き方になっています。少し動きのカウントとカウントのつなぎ目の円というところにも少し呼吸を入れていきながらアクセントをしっかり取っていけるようなアレグロを目指していってください。では続いて腕の動きと体の方向についてしっかり押さえておきましょう。まずは10手の時はくっぺに入る方の手が片手アンナバに来てパドシャそのまま入ります。反対も一緒、10手ターンルベそのままパドシャで、ずっとアンファスの方向のままグリッサードアッサンブレでデミセカンドアンバ、グリッサードアッサンブレでデミセカンドでアンバ、次で初めてエファーセの方向に向いてこっちの腕だけ片手アナマンシーソン2つしたら、この手を柔らかく開いてトンベパドブレアンファス正面に返ってきてあげてください。ずっと体は正面アンファスの状態で動いて、シソンヌの時だけエファセを向いてそのままトンベパドブレ、最後の5番でアンファスに戻るというシンプルな体の方向です。腕の動きも片手ずつ動く、片手ずつ動く、デミセカンドデミセカンド、片手片手だけ開くという動きの流れになっています。体の方向と腕の動きをしっかり味方につけて、足だけにとらわれないように全ての体を使ってアレグロの動きできるように練習していきましょう。最後にですね、こういった早い振り付けの時に振り付けを覚えるコツの一つのアイディアとして、5番の足、特にアレグロね、この足が右足前か左足前になっているかというところをしっかりと見ていけるようにも練習頑張ってみてください。今回の振り付けだったら最初10手では右足を前に変えてますね。ターンルベはそのまま、パドシャもそのまま変えない、次10手で足変える、ターンルベ変えない、パドシャも変えない、そしたらグリッサードが後ろの足から出ていくよって言ってるので、この足がすぐ出てくるはず、そしたら迷子防止になれますね。でアッサンブレで足変える、そしたらもう一回この足が出てきてグリッサードアッサンブレ
レで帰る。で次シソンヌは大丈夫ですね。エファセ向いてそのまま足変えないでシソンヌ、トンベパドブレ、最後に足変えて左へ続いていくという動きになっています。このようにちょっとまあお見本見ている時に振り付けばっかりこう追ってしまわないように、あ今足変えるんだなとか、ここはそのままだなっていうところも細かく細かくチェックしていくと、そういうまあ細かい振り付けだけじゃなくて次どっちの方向に行くのかっていうところの迷子防止にもつながっていくので、少しアレグロの時振り付けだけじゃなくて、あここで5番変える、あ次は変えないんだっていうところも細かくチェックしていきながらすぐに動いていけるように練習頑張ってみてください。タルネの時は片足踏み切りですが上半身で上がるタルネ目指します。クリスタルの足素早く開いてハの字が空中で見えるようにして、最後のトンベパドブレは丁寧に行っていきましょう。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。あ、アレグロすごい楽しかったわと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押して教えてください。今回の振り付けは出張レッスンでやっている初中級クラスでご案内となります。詳細は概要欄に載せていますので、ぜひ気になる方はご確認をよろしくお願いいたします。オンラインコースも受付中です。お気軽にお問い合わせお申し込みフォームの方からお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。